サスケ花川はアメリカ合衆国北東部を流れる河川。長さは7 1 5トルで、東海岸では最も長く、全米でも16番目の長さである。流域はニューヨーク、ペンシルベニア、メリーランドの3州にまたがり、その面積は71,225平方キロメートルである。にはペンシルベニア州の州都、ハリスバーグやミルクスバリ、 ニューヨーク州、ビンガムトンなどの都市が立地している。サスケ花川は上流域では北支流と西支流に分かれているが、通常はニューヨーク州中東部のオチゴ湖を水源とし、ペンシルベニア州北東部を流れる北支流の方が本流として見られている。北支流よりも短い西支流はペンシルベニア州西部アルトゥーナの西約 30km に位置するカンブリア郡。 キャロルタウンに橋を発し、アルゲーニー大地上の農村地帯から、ウィリアムズポートの市街地を流れ、道州中央部の農産バーランド付近で、北支流と合流する。合流した日本の川は刻まれた谷間をジグザグに流れながら、アルゲーニー山脈を横切り、ペンシルベニア州南部からメリーランド州北東部へと南下し、チェサピーク湾西用部の入り江に注ぐ。サスケ花川の流路と、 流域サスケ花川の北支流は、ニューヨーク州中東部、クーパーズタウンの落ち獄を水源とし、落農地帯を西南西へ流れて、シドニーでアナディラ川と、またビンガムトンのダウンタウンでチェナンゴ川と合流する。宗教を越えてすぐ、ペンシルベニア州北部のブラッドフォード郡、アセンズタウンシップでは、北西から流れてくるチェムング川と合流する。アルゲーニー大地上を流れて、 スクラントンの南西でラッカワナ川と合流し、流路を南西へ変える。ノーサンバーランドでは、アルゲーニー第一条、アルゲーニー山脈の北陸を流れてきた西支流と合流する。北支流と西支流との合流点を過ぎ、一本の本流となると、サスケ花川はあたにを刻みながら、アルゲーニー山脈を横切り、南下してゆく。ブルー山地に刻まれた峡谷を過ぎると、 川はその幅を広げ、やがてハリスバーグへと達する。ハリスバーグ付近では、川幅は1マイルに広がっている。ハリスバーグを過ぎると、川は、ペンシルベニア州南中部を南東へと流れ、スリーマイル島を通り、ボルチモアの北東約50キロメートルで宗教を越えて、メリーランド州へと入る。サスケ花川は、チェサピーク湾の採用に立地する都市ハバリグレースで、 チェサピーク湾に注ぐ。河口には1827年に設置されたコンコードポイント灯台が建っている。地質学的には、サスケ花川の形成は、極めて古く、アルゲーニー山脈が形成される以前、新生代初期に遡るとされている。ハドソン川、デラウェア川やポトマック川と、同様、サスケ花川下流域の平野は、中生代にはすでに形成されていた。 最終表記が終わる前には、サスケ花川は、現在よりも、はるかに長かった。しかし、更新予の終わり頃にチェサピーク湾の水位が上がり、元の川口付近は水没して、リアス式海岸の溺れ谷となったため、サスケ花川も現在の長さになった。ウィリアム・ペンとレナペ族との土地交渉の様子が描かれた、想像がサスケ花川は、アメリカ合衆国の歴史において、 重要な役割を演じてきた。ヨーロッパ人が入植する以前は、流域には、ネイティブアメリカンのサスケ花族が住んでいた。サスケ花という、この川の名前は、サスケ花族にちなんで付けられた。地元の伝説では、このサスケ花という名は、ネイティブアメリカンの言語で、1マイルの幅、1フィートの深さを意味するものであったとされているが、アルゴンキン語族の言葉ではターンに、 泥まみれの流れ、もしくは曲がりくねった流れという意味であった。17世紀に入ると、デラウェア川流域を中心に住み着いていた、レナペ族がサスケ花川流域を、その居住地域の生誕としていた。1682年には、ペンシルベニア植民地を創設した、ウィリアム・ペンが、レナペ族と友好関係を結び、白人の入植地を作るために、レナペ族と交渉し、 デラウェアガーとサスケ花川の間の土地を購入した。独立戦争中の1779年、大陸軍将軍、ジェームズ・クリントンの隊は、サスケ花川の源流にダムを築いて、落ちここの水位を上昇させた後、ダムを壊して、下流数マイルを溢れさせた。その後クリントン隊は、サスケ花川を降り、ティオガで、ジョン・サリバン将軍が、ペンシルベニア州イーストンから率いていた隊と、 合流した。クリントン・サリバンの合同隊は8月29日にニュータウンの戦いでロイヤリストとネイティブアメリカンの合同軍を破った。後にこの新軍はサリバン・クリントンの出生、もしくはサリバンの遠征と呼ばれるようになった。南北戦争中、1863年のゲティスバーグ方面作戦では北軍の少将ダライアスコーチがサスケハナ方面軍を指揮し、 南軍のロバート・イーリー率いる北バージニア軍がサスケ・花川を渡るのを阻止した。コーチはハリスバーグやライツビルに架かる橋やその近隣の砦に民兵を配置して守らせた。南軍はカンバーランド軍やヨーク軍の数カ所でサスケ・花川まで近づいたが、やがて6月29日にリーはサスケ・花川から軍を撤退させた。また、末日生徒、 イエス・キリスト教会の信徒にとっては、サスケ・ハナ川は信仰上重要な川である。聖典の一つである、教義と聖約の第13章によると、ジョセフ・スミス・ジュニアとオリバー・カウドリーは、1829年5月15日に、ペンシルベニア州ハーモニー付近のサスケ・ハナガシで、蘇生した先霊者ヨハネから、アロン神権を授かった、とされている。また、 競技と制約の第27章12項によると、ジョセフ・スミス・ジュニアとオリバー・カウドリーは、アロン神権を授かってから間もなく、やはり、サスケ・ハナカ・ハで、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人の首都から、メルキゼデ・デク神権を授かった、とされている。サスケ・ハナ川に唯一残っている、ミラーズ・ビルの渡し船植民地時代の終わり頃、サスケ・ハナ川上流の山岳地帯で、無塩胆が発見されて以来、 サスケ花川は重要な交通手段として見られるようになった。1790年、ティモシー・マットラック、サミュエル・マクレイ、ジョン・アドラムの3名は、ペンシルベニア州最高行政議会の命を受け、サスケ花川上流を調査し、西流とアレゲニー川と水路で結ぶルートを探索した。1792年には、サスケ花川とデラウェア川を結ぶ。 ユニオン運河の建設が提案された。1818 18年にポートデポジット橋が架けられるまでは、サスケ花川は船でしか渡ることができず、北部と南部を分ける天然の境界となっていた。初期のダムは下流における渡し船の航行を補助するために設けられた。サスケ花川には流れの急な箇所が多かったため、船舶は川を下ることはできても、登ることはできなかった。 しかし1840年、ライツビルとハバード・グレースを結ぶ全長 69km29 箇所の講門を、有する講門式運河、サスケハナタイドウォーター運河が完成し、船が川を登ることができるようになった。やがて産業の発展が進むと、私船は橋に、運河は鉄道にとって変わられるようになった。今日では、サスケハナ川には、 ペンシルベニア鉄道のロックビル橋をはじめとする200以上の橋がかかり、私船はハリスバーグ北港のミラーズビルに残っているもののみとなった。また、運河は廃止され、その遺構がハバーでグレースなど各所で保存されているのみとなっている。アメリカンリバーズという環境グループは2005年、サスケ花川の水質がひどい汚染に見舞われていることを取り上げ、 アメリカで最も危機に瀕している川であると報じた。主な汚染源としては、流域の農業に用いられている過剰な量の対比、農地の表面流出、都市や郊外における洪水による表面流出、及び未処理、処理不十分な下水の垂れ流しが挙げられている。2003年の調査では、チェサピーク湾に流れ込む窒素の44%、リンの21%、 堆積物の21%がサスケ花川一本から流れていることが判明した。2010年までにサスケ花川流域の汚染が改善されない場合、ペンシルベニア州当局は環境保護庁による制裁を受ける可能性がある。サスケ花川は1997年に EPA によってアメリカンヘリテージリバーの一つに指定されており、 流域の環境改善にあたっては州に対して連邦政府より技術援助が受けられるようになっている。川口周辺にはサスケハナ国立野生生物保護区が設置されている。ありがとうございます。